車の音聞くとちょっとあれだね。みんなどこから歩いてくるんだね、やっぱりな、ホテルに泊まってる人ね。これどうする？登ってみる？これ、ここら辺だよ、俺が止めたとこね。あ、んだな。そこだ、そこ。もうちょっとそっち行くと。行くか。なんか何も見えないみたい。山崎山の角線。昔はまだこれ細かったからよく見えたんだけど、今これ太くなってか見えねえんじゃね。いや、苔山崎山。これはずっと杖だ。ずっと杖だ。これだと支えられないんだもんね。誰？明治？明治か。なんかあったんだね。行く？これ裏だもんね。顔見せたくないって。
っぐるっと流れるんだ。失礼します。ああ、西南の駅で震災し、西南の駅で甲州市の人亡くなったんだ、結構。なんで明治記念で、大和武尊見たと思う。昔の人なのかな。西南の駅で、西南の駅で、西南の駅って、結構武士がいたのかな、いっぱいな。大半地区になって仕事鍋して西郷隆盛と一緒に行っちゃったんじゃねえか。遠くから見た方がいいな、あんまり近いと。こっちも行った。